NATO 北大西洋条約機構は1949年4月4日に署名されたワシントン条約によって設立された軍事同盟で、第二次世界大戦後の中央及び東ヨーロッパに駐留するソビエト連邦の軍隊に対抗するために作られました。当初の加盟国はベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、イギリス、アメリカでした。後にギリシャとトルコ、1952年、西ドイツ、1955年、スペイン、1982年、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、1999年、ブルガリア、エストニア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、2004年、アルバニアとクロアチア、2009年、モンテネグロ、2017年、北マケドニア、2020年、フィンランド、2023年が加わりました。フランスは1966年に NATO の統合軍事指揮機構から撤退しましたが、組織のメンバーとして残り、2009年に軍事指揮機構への位置を再開しました。NATO 設立の背景には、ソビエト連邦の拡大を阻止し、大西洋を越えた協力の重要性を強調するアトランティシズムという思想があります。1948年、ヨーロッパの指導者たちは、アメリカの防衛、軍事、外交官と、ペンタゴンで会合を持ち、新たな、前例のない連携の枠組みを探求しました。この会合は、北大西洋条約の成立につながり、アメリカ、カナダ、ポルトガル、イタリア、ノルウェー、デンマーク、アイスランドを含む、参加者たちが、1949年4月4日に署名しました。NATO の第一の目標は、ロシアを外に、アメリカを中に、ドイツを下に保つことでした。NATO のメンバーは、ヨーロッパ、または北アメリカでのいずれかに対する武装攻撃を、全員に対する攻撃とみなし、武装攻撃が発生した場合には、個別、または集団自衛権の行使として、非攻撃国を支援し、北大西洋地域の安全を回復、及び維持するために必要とみなされる行動を取ることに同意しました。冷戦期間中、NATO とワルシャワ条約機構の間で、ヨーロッパは二分されました。1950年に勃発した、朝鮮戦争は、NATO にとって重要な転機となり、共産主義国家全体が協力する明らかな脅威を高め、同盟国に具体的な軍事計画の開発を強いました。NATO はヨーロッパでの軍事行動を指揮するために最高連合軍欧州司令部シェープを設置し、1951年1月にドワイト・アイゼンハワー最高連合軍司令官の下で業務を開始しました。1952年のリスボンでの北大西洋理事会会議では、NATO の長期防衛計画に必要な兵力を提供するために96個師団への拡大が求められましたが、その後の要求は約35個師団に減少し、核兵器の使用がより重視されることになりました。NATO の歴史において、フランスとの関係は特に複雑でした。シャルル・ド・ゴール大統領の下で、フランスは NATO の統合軍事指揮機構から1966年に撤退しましたが、組織のメンバーとしては残りました。ド・ゴールはアメリカの NATO における支配的な役割と、それとイギリスとの間の特別な関係に抗議しました。しかし、2009年にフランスは NATO の軍事指揮機構に再び参加しました。このように NATO は、冷戦期から現代にかけて、国際安全保障環境の変化に適応しながら進化を続けています。その役割と構成は時代とともに変わり、現在では31カ国が加盟している軍事同盟として機能しています。NATO の歴史は20世紀後半から21世紀初頭にかけての国際関係の重要な側面を反映しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。